30年ぐらい前の。井川さんが教え子たちと取り組んでいることがあります。聴力の衰えたお年寄りにも楽しめる音楽作り、名付けてバリアフリーサウンド。小学生にはきついかもしれないじゃないですか今のは。作られて50年以上経つクラシックなど著作権に問題のない音楽を加工して作ります。高齢者にも聞きやすい音の研究は一部の放送局などでも行われています。しかし井川さんたちのようなボランティアによる取り組みはあまり例がありません。音の加工が始まりました。年をとって耳が衰えると一つ一つの音が聞き分けにくくなることに井川さんたちは着目しています。バリアフリーサウンドでは低い音域と高い音域を通常より強調します。差がはっきりすることでお年寄りにも聞きやすくなるのです。これを加工したものに切り替えると、このバリアフリーサウンドを多くの人に聞いてもらいたい、井川さんたちの願いが愛媛県内のあるコミュニティ FM 局を動かしました。5ヶ月間の実験放送を経た9月下旬、井川さんが持ち込んだバリアフリーサウンドの企画が採用されることになったのです。加工したものなんですね。ね、子供は知ってないのね、子供でも分かる。そうですね、子供でも分かる。井川さんは新しい番組を子供にも親しみのあるものにしたいと考えています。お年寄りと孫が一緒に音楽を楽しむことで世代間のコミュニケーションを深めようというのです。子供とお年寄りが一緒に作ると、はい、あの子供からお年寄りって言われたりということになると、音楽的にはまあ、とても一般的な、例えば、なんかこれ聴くのクラシックとか、はいはい、まあ、同様のタイプとかもありますね。毎回作る必要があって、そうですね。このラジオ局では、これまで若者中心だったリスナーの層を高齢者にまで広げたいと考えていました。そんな時に井川さんからバリアフリーサウンドのことを聞いたのです。はい、それも考えてもらいましょう。あのラジオ局というのはやはりその耳で聞くという作業をするものを発信しているというのがあるんですが、なかなかその耳が遠くなってきた年配の方とかに対してあまり優しくないのかなというふうに日頃思ってたんですけれども、こんなふうに川さんたちがですね、その高齢者にも聞きやすい音を作ってくださるということで、すごくあの社会のニーズに応えれる幅が広がっていくのかなというふうに思って嬉しく思います。これから新しいコーナーをご紹介します。小学生の方からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが知ってて。番組はテスト版の収録を経て今月から放送が始まります。これまで音楽が聴きにくいと感じられた方もぜひお楽しみください。曲はショパンの子犬のワルツです。伝える力を助けたい、そんな思いから発明を始めて15年、井川さんの挑戦は続きます。これまでのバリフリは人間と最低限のこと、生きていくことに対してされてきました。これからは趣味とか表現したいことなど、いや新しいバリアフリーの世界があると思います。でこれを私は何とか少しずつ何かしていきたいと思っております。
今のその音楽のあの違いがよく分かりました。お年寄りの中には非常に耳の達者な人もいれば、でも一般的には老化現象としてはね、個人差があるわね。聞こえなくなって、十分こう聞こえなくなってくるんですが、実際にそのお年寄りから の反応が来ますか。実験放送を結構してみたんですけども、いい先生でした。ああ、そうでした。なかなか評判が良かった。聞きやすいと言ってたの。ああ、昔に聞いたように聞こえるって言ってくれた方もいらっしゃいました。ああ、それが割に広いそうから、やっぱり70代80代の方が多かったですね。70歳で80歳で、井川さん自身がこの周りの、なんていうんですか、ちょっとこの例えば老化現象とか障害でこの伝える方、伝われる方がちょっと難しくなっていってる人とのお助けをしようとするその情熱っていうのはどっから来るのかっていうのが、こういうものが必要だということを気当てた人がもし作らなければ誰も気づきませんよね。これが必要であるっていうことを気づかせる、こんなこともできるんだよ、ね、例えば一つ、できれば、新聞社に来てもらって発表します、とどっかのメーカーとか見てるかも分かりませんね、こんなこともできるんだと思って、ほんでいろんなところが気が付いて社会にも知ってれば最も嬉しいし、で、もう一つなんで、今の日本の中でこんなことしてみようと思う人がもっといれば、もっといっぱいできるんだと思います。私は井川さんに一つお願いしたいのが、その生徒さんが言ったように井川さんの気持ちがこう伝わってくる、逆に気持ちを伝えにくい人、言葉じゃなくて気持ち伝えにくい人のための、ね、気持ちが伝えられるような機会をすごいな、考えられますね。やりそう。例えば呼吸変化とか体温変化とか、よく言いますよ、愛情が芽生えたら、例えば心拍数が上がるとか、流れる体の中で流れる物質とか測れたら突然好きっていう看板が出てくる。多分できると思いますね。今日はね、人間にとって一番大事な伝える伝わるっていうね、コミュニケーションのお話だったんですけど、コミュニケーションの真髄っていうか伝える伝わるの真髄ってプロポーズやと思いません？ね、で僕のね友達で喫音者っていうんですけど、ドモルっていうね障害持ってる友達がいてね、でその友達が大好きな人ができて、で今日こそはそのプロポーズしようって心に決めて、でこうデートをしたんですよね。私はあなたを愛してますってこう言おうと思ったその瞬間に、今日はなんかあ行が引っかかりそうなって思ってしまったんで、でその途端に私はあなたが好きですってこう言ったんですよね。で相手の人はもちろん喜んでくれたらしいんですけど、ところがその愛してますと言いたかったのを好きですにこう切り替えてしまった自分がね、なんか彼は自分が許せなくなったらしくて、なんかものすごく落ち込んでしまったんやて、で僕はやっぱりどういうのかな、その時にね自分のこう、僕らやったら好きですも愛してますもそんなに変われへんってこう思ってしまうんやけど、彼はやっぱり普段ねやっぱり言葉が出にくいから、逆に言うたらその言葉ってすごく大事に考えてて、彼の中では愛してますと好きですは全く違う意味を持ってたんよね。で、ああそうか、そこまでこうどういうのかな、厳密にっていうか丁寧にね言葉を考えながら愛してる人なんやな、
でその点僕なんかペラペラ喋れるからものすごくいい加減にもの喋ってるんやなっていうね、一つのこう大きな反省材料になった。なんそんなことを今話してるって思い出しました。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はこちらです。最後に井川さんの夢はぜひ聞かせてほしいんですが。今僕はいろいろ機会を作ることができます、うん、でも僕一人では、うん、できるものは限られています、うん、はい、こいつが、うん、いっぱいいれば一番いいので、あ、僕みたいなのがいっぱいおったらいいと、はい、うん、これなんとか育てたいと、うん、尽くしたいと、こういう気持ちを持てる技術者を育てたいと思ってます、うんうん、小林さんいかがだったでしょうか。この番組にいろんな表現の仕方とか伝え方をしてくれる人がこうやってきて、うん、で時にはこう感じ取ることを私たちも楽しんだり、大変だけど、うん、もっと何言いたいのかなってこう思ったりすることもあるけど、井川さんのような発明はそういう時の第一歩に近くなる一歩になるんだなって思ったのと、あと見たり聞いたりそういう感性の領域にもバリアフリーっていうのは入っていけるんだなって思いました。本当に勉強になりましたね、はい、ご覧の皆さんはいかがだったでしょうか。また次回お会いしたいと思います。さようなら。続いてはリポートです。耳の聞こえにくい高齢者にも音楽を楽しんでもらおうと、愛媛県西条市で音を加工して聞こえやすくするバリアフリー音楽の研究が行われています。愛媛からの報告です。最初にお送りする音楽はショパンの革命です。この音楽特に変わったようには聞こえませんが、実はこれが耳の聞こえにくい高齢者にもはっきり聞こえるバリアフリー音楽です。愛媛県今治市の FM ラジオ局で今年4月から放送されています。放送用に音楽を加工しラジオ局に提供しているのは、西条市で聴覚と視覚のバリアフリー技術を研究するグループです。このグループは3年前からバリアフリー音楽の研究に取り組んでいます。伊藤智則さんです。大学院で聴覚を学ぶ伊藤さんは中心メンバーとして研究に関わっています。最近は結構施設面に関してはバリアフリーで、スロープなどバリアフリーが、まあ、一般的になってきてるんですけれども、まあ、音楽の面に関しては、まあ、全然バリアフリーにはなっていないので、その点を僕らが初めにやって、まあ、きっかけを与えて、まあ、皆さんがどんどん取り組んでくれるようになってくれればいいと思いました。一般的に年を重ねて耳が衰えると250から500ヘルツの低い音と3000ヘルツ以上の高い音が聞こえにくくなると言われています。そこでこの周波数ごとの音の成分に強弱をつけて全体にメリハリを出そうというのが今回の取り組みです。まず低い音の成分を強弱をつけながらさらに低くし、音がこもらないようにします。そして高い音の成分を強めて低い音との差を広げます。この時誰の耳にも違和感なく聞こえるようバランスを取るのが重要なポイントです。加工する前の音楽を加工した音楽に切り替えると、低い音は優しく高い音は引き立てられています。音の成分を比べると、加工後の方が高い音と低い音との差が大きく開いています。この差が聞こえやすさの秘密です。このグループはバリアフリー音楽の効果を測るため、高齢者に聞き取り調査を行っています。実際に高齢者にどう聞こえているかを知ることで、今後の課題を探るためです。
しまいには優しいにずっと言っていくところが聞きやすかったんですよ。調査の結果、現時点で7割の高齢者が聞こえやすいと答え、評判は上々です。まあ、今回音楽だけだったんですけれども、まあ、声とか他の分野にも応用していただくと、まあ、これまで諦めていてちょっと聞こえなかったなっていう高齢者の方も、まあ、楽しんでいただけるんで、まあ、そういうふうに展開できたらなと思っています。将来は誰にでも聞きやすい音のバリアフリー技術を確立したい。伊藤さんたちの研究はこれからも続きます。続いてリポートです。愛媛県に障害者に役立つ装置やシステムを発明し続けている男性がいます。これまで30種類以上の装置を作った男性のバリアフリーを目指す情熱を取材しました。今月開かれたロックバンドのコンサート会場です。聴覚に障害がある人も音楽を楽しむことができる新しい装置が使われました。開発者の井川茂樹さんです。生まれた時から脳に障害があります。音楽を楽しむとか、新しいバリアフリーの考え方があってもいいと思います。なんでこれまでそんなことしてこなかったんだろう。井川さんが今回作ったのはコンサート会場で音楽だけを聴くことができる装置です。通常の補聴器は音を増幅して耳に伝えます。コンサートでは音楽とは関係ない周囲の雑音も大きく聞こえてしまいます。これに対して井川さんの装置を使えば雑音は入りません。音を磁気に変換するからです。演奏の音を直接取り出し磁気に変換、その上で補聴器に伝えます。こうすることで音楽だけを楽しむことができるのです。さらに装置は持ち運びでき、会場のどこでも使うことができます。この日井川さんの装置を使ったのは重い聴覚障害がある女性です。これまで味わうことができなかったコンサートを初めて心ゆくまで楽しみました。とても嬉しいです。でも、もっとバージョンアップしで完全なものを作ってみたいと思います。井川さんは20年以上にわたって障害者のための装置